上杉隆のニューーリテラシー、えー、だったっけな <laughs> あれ <laughs> すみません、えー、めちゃくちゃ久しぶりなんですが、えー、ニュースリテラシー、前はですね、えー、基本的に、えー、週1は必ずやりたいと思っていて、で金曜日の夜など、えー、ライブで設定したりしたんですが、えー、実はですねなかなかこれを収録する機会がなくて、ですね、えー、このように間が空いてしまったこと、本当に申し訳ございません。 でこれはニュースをオペレードに私が出演した時スタジオ出演した後に必ず撮るということで今決めてんで今日はですね今日急遽臨時で出演をしたのでこうやって撮っておりますえっとね実は今日お話しするのは今日のゲストでもあった解説員でもあった、えー、伊沢本彦さん伊沢本彦さんが「週刊ポスト」に連載している「逆説の日本史、えー」だったかなこれその連載だったかな、えー、多分そうだと思うんですけど「週刊ポスト」の伊沢本彦さんの連載の中で「 公独出水のことについて今連載の中で言及してるんですねめっちゃ面白いんですよ、えー、あの大逆事件というかね、あの天皇を、えーまあ、け軽視して、えー、そして結局殺されたというふうに私も教科書で習ったんですがいやいや違うぞというのがこの伊沢さんの逆説いつものように逆説の日本史なんですね、えー、丁寧に、えー、その資料を読み解いていくと またね、光徳主水の文章などを読んでいくと、むしろ天皇に対する敬愛の念、数敬の念があったということを語っているわけです。どういうことかというと、まあそれはいいや、それはあの週刊ポスト読んでください。むしろここで読んじゃうとね、皆さん買わなくなっちゃうから。でその中で、まあ光徳主水と当時ね、か五郎という総理大臣、あかつ太郎、か太郎ですね。 総理がまあ結局皇徳祖父を殺すんですけど、えー、まあ実際は無罪だったと。でやはりそれは何かというとここが重要ですね、えー、まあ死刑が究極の検閲だったと伊沢元彦さんは言ってるわけです。今のウクライナでいうと、えー、まあ簡単に言うとロシアとかウクライナは暗殺が究極の検閲つまり言論の自由を奪われるということはそれで何を意味しているかというとこういうことなんですね。やはり国自体のその民主主義の崩壊 と同時に国民の権利の奪取、えーまあ、ということは結果として国そのものが滅んでいくんだよということを、まあ、伊沢さんはいつものように、まあ、近現代史の中から、えー、題材,材料を拾って取材してこうやって書いてるということなんですね。えー、つまり日本の歴史が教えることを必ずしも100%正しいということはダメだよって言っちゃう、えー、桂太郎が100%正しいわけでもないし。 かとといいいって水が100正しいわけでもないとそれぞれの人間の中あるいは事象の中に善悪っていうのは混在されているのが当然なんだということで私このね考え方っていうのは伊沢さんの考え方というふうな形で、えー、日本のね、えー、もう本当にあんまり多くない人たちは思ってると思いますまさに逆説っていうのは日本英語に直すとオポジット・イートリアルオペドっていう意味なんですけどね。えーその 伊沢さんは日本の中のオプエドの先駆者でもあるんですが私はこの考え方を学んだのは100%正しいっていう人はこの世にいないと神以外そんなことありえないんだということを学んだのはニューヨーク・タイムズというアメリカの新聞で働いている時ですねそしてそこでオプエドっていう概念コンセプトを学んでこれをなんとか日本に伝えたいと思って、まあ、もう20年以上経つかな「タイムズ」やめてからですから、まあ、とにかく えー、この考えがあれば日本は救われるんだと必ず、えー、落ちるとこまで落ちないで助かるぞと坂口安吾のようにね堕落論書いてもう落ちるとこまで落ちてそこから復活するしかないと言ってもまたこの考え方がないと同じことの繰り返しになるわけですよ。でそういう意味ではねこのオプエドっていうものを広めることが、まあ、将来の日本人あるいは日本という国にとってどれだけプラスになるかということを私は私のやり方井沢さんは逆説の日本史というやり方でやってると。 ということでそのの伊沢さんオペイドのずっっっとアンカーやててもらってます、えー、そしてその伊沢さんがですね今回『その週刊ポスト』の中で『オペイド』について言及している、えー、ところがあるんでこの一部をちょっと紹介しようと思います。えー、詳しくくは週刊ポストかって読んでくださいね、えー、ところで数年筆者はインターネット上の報道番組「ニューズオペイド」のアンカー括弧キャスターを務めている。 と言っても週1回程度でほとんどがボランティアのようなものなのだがそんなことをしているどうしてそんなことをなぜそんなことをしているかといえばこの番組を制作している株式会社ノーボーダーの創設者である上杉隆社氏の「日本の報道にもオペエドを定着させたい」という理念に共鳴し,共鳴してのことだただ残念ながらオペエドという言葉自体日本に普及しているとは言い難いあなたはこの言葉の意味をご存知だろうかと。 いうふうに記していただいてオペレードの概念をまず説明してそしてですね「実例を言えば私の,会の私の担当会2021年11月18日放送で当時の新聞赤旗日曜版の山本豊彦編集長に彼のスクープについて語ってもらったことがある」「古くからの読者はよくご存知のように私はもう共産主義は終わった思想だと考えている」 ソビエト連邦は崩壊したし中国でも北朝鮮でもこの思想が生み出しているのは地獄に過ぎないだから一刻も早く日本共産党も名前を変えて出直すべきだと思っているしかしそれでもそこに所属するジャーナリストが報道に値すべき情報を出したときはそれをサポートするのがジャーナリストとしての義務だとも考えているそれがオペードの精神だと書いてまた他にも書くんですが。 まさにねこの考え方っていうのが日本のメディアジャーナリストに大きく欠落しているところです。欠落しているっていうかないんですね。だから言論空間が非常に歪んだまま、一方が正しい一方が間違っているというまあ本当に極端な尖迫な、えー、まあいわゆる言論空間が出来上がってしまったと。そこにジャーナリストっていうのはやはり勝ち貧なんであるべきなんで。 誰に批判されようが都合は悪かろうが、それに対して差を差し続けるわけですよ。でも伊沢さんは伊沢さんでこうやってやってる。私はまあね、このノーボードの仲間たちとオペートっていうのをやり続けていると。で、これで気づいた人が増えたかというと、正直言ってなかなかね、あの増えているっていう感触はないんです。まあ、潜在的に気づいている人はいるんだけど、これが実は日本をまあね。 えー、救うじゃなくて、ね、逆に言うとあの地獄に落とさなない、まあ、唯一の方法なんですねですから「オプエドを残せ」というんじゃなくて「伊沢さんの日本史の逆説を残せ」じゃなくてここういういいととをみんながやってくださいと今の既存メディアの人たち、えー、そしてね、あのーまあ、ネットの世界に出てきた若いジャーナリストの人たちもそうだけど、えーまあ、コメンテーターの人たちもそうだし今 SNS だとね誰もがいろんな発信できるんで。 このオピードの精神っていうのを必ず心に留めて、そしてつぶやいたり発信したりしてくださいということをもうとにかくお願いしたいとこういうことですね。今日のニュースリテラシーはちょっとね少し趣旨が変わってしまったんですが、伊沢さんありがとうございます。2022年5月27日号の週刊ポスト伊沢元彦さんの連載「逆走の日本史」の中でこのようにオペードコンセプトについて。 触れていたただきましたこれ別に頼んだわけじゃなくて伊沢さんも、ね、書いた後にスラッとやってるんですがまあほにねそういう意味では誰が買いったとか,とか、ね、そんなことはどうでもいいんですよでこういうようにフェアに反対意見があるそして一人の人間が必ずしも正しいなんてことはないよとそれはね極めて危険なんです。平和主義者だろうが何だろうが、えー、戦争主義者だろうが何だろうが。 誰かが一人正しいって言い出すと怖いんですよ。よくね、あの私は平和のこと言ってんだからだ絶対正しいって言うんだけど、それもよくないんです。誰か一人の人間が絶対正しいなんてことはありえないからで、そういうようなことはどっちの右だろうが左だろうがやっぱりおごりなんですよ。常に自分たちは、えー、間違えてるとは思わなくてもいいから、自分たちとは違う意見を持った人たちがいるからこそ健全な、えー、社会が形成されているし、えー、その多様な価値観。 つまり自分と違った価値観を持った人間を許容することこそまさにねジャーナリズムあるいは社会の根底にある民主主義の精神だということをもう一回ね確認してそして皆さんもこのこれ YouTube でやってからユーチューブを見てください YouTube 危ないですよこれあの何が正しいとかやりだすからやり出してるから今そして自分の見たいものだけ見るっていうのは危険だからまあねこの運営しているグーグルの方も 特に日本法人こういうリテラシーの勉強してないからあんまり言いたくないんですけど少しは自分たちの国や来将来や未来ということを考えてそのようなメディアを運営した方がいいと思います。ということでまた YouTube 批判をすると全然この再生数が上がっていかないというねこの残念な状況ですがまさに高得徳首相のように言論を封じ込めるんじゃなくて。 私上杉隆の意見が気に食わなかったらそれを上げてみてこいつとんでもないこと言ってるよというふうにぜひやってくださいそしてとんでもないことをやってるというふうに言われることの方がまだフェアなんでそれはマシなんでということで上杉隆のニューズリテラシーでした。